ブエナビスタはアメリカ合衆国バージニア州中央部西に位置する独立市である。周りをロックブリッジ軍に取り囲まれている。2010年国勢調査での人口は6650人だった。アメリカ合衆国省務省経済分析局は統計上の目的でブエナビスタ市ともう一つの独立市であるレキシントン市をロックブリッジ軍と一つにしている。 ブエナビスタ市は1888年までグリーンフォレストまたはグリーンバレーと呼ばれており、1890年に町として認証され、1892年2月15日に試験賞を承認された。ブエナビスタは1800年代後期にベンジャミン・シー・ムーモンが設立した。当時はリッチモンドアリゲーニー鉄道とシェナンドを バレー鉄道が交差するところに川なめし工場がある、霧だった。また18世紀からバージニア州の太平洋岸にある港から近くにあるレキシントンまで物資を運ぶために使われたジェームズ川もあったが、ブエナビスタの町ができた頃には水力の配分に転換されていた。川なめし工場を開業した後で、ムーモンはパルプ工場と缶詰工場も作った。1882年、 アポルドサンズ・タナリーが創業を始め、1885年には最初の公立学校が開校した。1893年、当時の印刷物にはバージニア州のいくつかの場所で、あたかも魔法のように出現したかに見える多くの新しい街の一つだった。1889年より前、街には600軒ほどの住居、教会、店舗、ホテルなどの建物が建てられていたが、 通りがいくつかある霧で、急成長した街らしく見せるものはその年に実った、小麦を集めた刈り取り機くらいだった。と記されている。1888年12月、ムーモーは町を組織し、収穫物を販売開始するために、ブエナビスタ設立主意書を書き、収穫物を売るために30日だけかかった。総額は40万ウェイドルになった。販売が終わったので、 町の区画を決め、住民と企業を誘致し始める時だと記した。1889年2月22日、鉄鉱石の大きな交渉が発見されたと報じられ、経済活動が活況となり、1892年3月4日まで続いた。この3年間で町は大きく成長し、新しくレンガ作りの校舎、オペラハウス、教会2つ、豪華なホテル、 新しいフリーメイソンの支部、製紙とパルプの工場、蔵の製造所、カシミヤ工場、レンガと粘土の工場二つ、荷車工場、銀行二つ、乱用機枠工場、電灯工場、家具と椅子の工場、ボイラー工場、製鉄路と製工所、ガラス工場とケイトや製材工場いくつかが加わった。モーリー側は昔から大洪水を起こして、 周辺の町に損害を与えてきた。特にひどかったのは1870年10月12日の洪水であり、この時にロバート・イーリーが死んだ日であり、ドックが上流に流されたためにモーリー側がリーの一時的な勘置家になった。また1936年、1969年、1985年、1995年にも洪水が起きた。 1969年の洪水はハリケーンカミーユが内陸に移動して雨を降らせたことから起こった。1985年の洪水はハリケーンファンなど3つの低気圧が集中したことから、正じ、西バージニアに大量の雨を降らせた。ブエナビスタとグラス号のあるモーリー川下流での最大洪水記録は1969年8月20日。 ブエナビスタの洪水系で記録された31.23フィートだった。ブエナビスタとグラスゴーの中心外は5フィートの高さまで水没した。歴史新東市のあるモーリー川上流では1985年洪水の時が最大記録であり、ロックブリッジバスの計測点で洪水線の上19.19 19フィートを記録した。 洪水記録の違いは、それぞれの流域に降る雨量によってサウス側の流れが異なるためである。1997年、ジェームズ・シー・オリン洪水制御計画が完成し、ブエナビスタにおけるモーリー川や内陸水流の洪水で受ける被害の可能性を減らした。6002人の幸福な市民と3人の年取ったボヤキア・ブエナビスタ氏は、 北緯37度43分55秒整形79度21分11秒、北緯37.73194度整形79.35306度、37.73194-79.35306に位置する。モーリー川が市域を2分しており、東岸が当初からの市域、西岸がグレンモーリー公園となっている。 アメリカ合衆国国勢調査局によれば、地域全面積は6.89平方マイルであり、すべて陸地である以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。南バージニア大学市内には南バージニア大学があり、2011年秋の学生数は804人だった。この大学は主に末日生とイエス・キリスト教会員のためのものであるが、 この教会は所有も運営もしていない。また公式の援助関係があるわけでもない。学生は、弱や道徳の基準など、倫理規定に従っている。公立学校としては、クリング小学校、エンガリーハイツ小学校、パリーマックルーア中学校、パリーマックルーア高校がある。ブエナビスタ市は、ロアノークリンチバーグメディア市場の中にある。テレビの放送は、ロアノク市にある。 テレビ局から流されている。ロアノークタイムズはブエナビスタ市で公読される日刊誌である。他にも、下記の日刊ではない印刷物が出版され、ブエナビスタ市、レキシントン市、ロックビリッジ群で配布されている。ブエナビスタ市のランドマーク及び歴史史跡には、1890年建設のブエナビスタホテル、当初のブエナビスタ庁舎、関東中華料理店、 グレンモーリー公園があり、特に2階建ての木造パビリオンは360度の展望を楽しめる。ありがとうございます。